はい、こんにちは、ブルーホースです。ということでね、いやー、無事にエンブレム回収の旅終わりやした。ありがとうございました。お付き合いいただきまして。やっぱバイオシックスをね、4人の主人公を全部やろうと思ったら、まあ、まず間違いなくとんでもなく、ね、もうちょっとこう、1パート1パート長くすればいいのかもしれないけど、結構区切るところっていうのが、そのバイオ4だったり5だったりみたいにチャプターでね、なんかうまく区切るっていうと、1チャプターがあまりにも長すぎるから、1時間前後とかするしね、普通に。なかなかちょっと区切りにくくて、なんか1パート10分前後しかないみたいな短い動画とかになっちゃったりとかして、まあ結果ちょっと長くなってしまったんですけど、まあね、お盆休みにまさか食い込むとは思ってなかったくらいの長さだったんですが、まあ、無事に、全部クリアすることができたっていうことだったんで、じゃあ最後のね、もうエイダ姉さんの、もうエイダ姉さんのアーカイブを皆さんと共に、閲覧をしまして、あれちょっと待って。ああ、びっくりした。なんか、急にカチカチになっちまったのかと思った。ね、皆さんともにですね、バイオ6とね、おさらいをして、おさらいじゃねえや、お別れをしていきたいかなというふうに思います。はい。ということで、クリス、もう綺麗ですね。ねえ、綺麗ですね。ねえ、綺麗ですね。おっぱい見てく？やっぱこれでしょ。ねえ、これに、なんかちょっとすごい重くない？ナウローディングが長いっていうか。ほら、ほら、ねえ。これや、これ。ねえ。いや、下からのぞ、ほら、お、パンツ。パンツ白。まあでもなんか紙おむつっぽいけどね、なんかね。あ、布パンツか。はい。まあそんなことを言いつつ、じゃあラスト行きましょうか。枝根さん。ほら、枝根さんも綺麗に見事に揃ってますね。はい。じゃあ、まずアーカイブを一つ一つね、読んでいきたいというふうに、その後ね、フィギュアをね、一個一個、しっぽりと見ていきましょう。はい。エイダ1。年齢不詳。所属組織不明。世界をお股にかける女スパイ。その素性、目的は一切不明で、エイダ1という名前すら本名ではない。どんなに困難な依頼でも、冴え渡る頭脳とずば抜けた身体能力で難なくこなす。また、屈強な精神も備えており、厳しい局面に対しても常に余裕を持って対処する。しかし何かエイダ自身の真の目的が存在するらしく、その達成のためであれば組織や依頼人を裏切ることは厭わない。1998年、ジュウイルスを脱出するためラクーンシティに潜入した際には、当時ラクーン市警の新米警官だったレオン・S・ケネディと出会う。その後、合衆国エージェントとなったレオンに対し助言を与え、サポートするが、エイダ自身の目的を達成するために彼を巧みに利用している節もある。今回の事件ではラクーン事件以降、連絡を断っていたディレクシー・シモンズに呼び出され、彼が指定した潜水艦へと潜入した。そこでエイダは記憶にないオーダーと予期せぬ通告を受けることになる。さあ、これが一体何なのかって話ね。横でいいんだよね。ジェイク・ミューラに関する報告書、ディレクシー・シモンズ殿へ、依頼にあった調査の結果を報告します。アルバート・ウェスカーの実施、ジェイク・ミューラーの極秘調査は問題なく終了しました。ジェイク・ミューラー、20歳。国籍はイドニア共和国。白人男性、瞳の色ブルー、身長190センチ程度。5年前にイドニア共和国内に存在する傭兵部隊に所属。それ以後、欧州、中東、南米など、世界各国の紛争地へ出生した記録あり。採取した組織片からアルバート・ウェスカーの実施であることは確定。解析の結果、アルバート・ウェスカーの特異な体質がジェイク・ミューラーへ高確率で、遺伝していることが発覚しております。この特異性を解明できれば現行のシーウイルス研究の躍進が期待できます。しかし入手した組織片はごく微量のため、解析の続行が不可能となっております。さらなる研究のため、ジェイク・ミューラーの体液、血液、粘膜、骨髄の確保を要求します。この確保の任務には シモンズ殿の部下であるエイダ・ウォンが適任かと考えます。で、潜水艦。エダ・ウォンがディレクシー・シモンズの陰謀を暴くために侵入した潜水艦は、彼女の象形でいいのかなこれ。いや、声紋を認識するセキュリティシステムが稼働しており、すべてが謎に包まれているはずのエイダに関する情報も存在した。艦内には、シモンズの趣味嗜好が反映されたと見られる部屋や仕掛けもあり、この船の雰囲気を一層不気味なものにしている。何の目的で作られたのか、誰が使用するものなのか、不可解な点が多い。グネズド。シウルスの感染者が変異の果てに生まれ変わった姿。グネズドとは東欧の言葉で巣を意味する。蜂のような姿をした小型のクリーチャーが無数に集まり人間の姿を形成している。アリや蜂のように群れを作って行動し、その中で各個体がそれぞれの別の役割を持つ。上記の昆虫の生態と違う点として、女王蜂にあたる種が繁殖ではなく、司令塔的な役割を担い、群れを統率している点が挙げられる。グネズドの場合、女王にあたる個体は、他の個体と感覚神経を共有しているため、その個体が失われると他の個体も消滅してしまう。逆に女王が生存する限り群れは維持される。通常女王にあたる個体は群れの中に隠れて身を守っているが、群れが攻撃を受けるとこれを守る役割のクリーチャーが散開するため、その姿を確認することができる。はい、next。
エイダとシモンズ。デルキシー・シモンズの心情は安定。彼が裏で操る組織ファミリーもまたシモンズにとって安定した世界の維持のため、世界で裏側を暗躍している。しかしエイダ・ウォンとの出会いが彼のそれまで平坦だった精神に初めてランガズを立った。優秀なスパイであるエイダ・ウォンを高く評価していたシモンズは、己に沿った野望のために、彼女にいくつものオーダーを貸し手元に置いていた。しかし、98年のラクーン事件の際、ラクーン市で焼き払った滅菌作戦の実行にシモンズが深くかかっていたことを知ったエイダは、シモンズを危険視し始め、一切の関係を断ち切った。この一件が初めてシモンズに動揺をもたらした。彼は自分が同じ天才性を持つエイダに対して歪んだ執着心と愛情を抱いており、エイダ・ウォンが自分のもとを去ったという事実を認めることができなかったのだ。シモンズはエイダを取り戻すため、狂気に満ちた計画を実行することになる。まあ、エロいけどね。滅菌作戦とシモンズ。滅菌作戦とは、98年に発生したウイルス流出事故、ラクーン事件を収束させるため、合衆国政府に実行されたミサイル攻撃のことである。ウイルスによってゾンビパニックに陥ったラクーンシティに直接ミサイルを撃ち込み、10万人の市民と共に街を焼き払ったこの作戦は、政府高官を務めていたデリクシー・シモンズが中心となり実行に移された。そもそもラクーン事件はシモンズにとってケーススタディだった。ゆくゆくはバイオ兵器が現行の兵器にとって変わるという確信と、バイオ兵器の脅威がデータとして残す大状、あとは事実の隠蔽さえできればいいと考えたシモンズは、大統領と政府の急進派を煽り、早急にこの計画を進めた。今回のトールオークスで彼がラクーン事件を模倣するようなバイオテロを演出した後は、大統領がラクーンの真実を公開しようとしたことに対する政府関係者への見せしめと、ここまで大規模なバイオテロを起こせるだけの組織が存在することを世界に思い知らせるために他ならなかった。研究室に残されたメモ。私のたった一人の家族ヘレナ、私を心から愛してくれたのは世界で姉さんだけだったわ。それなら勝手なことばかりしてごめんなさい。さっき変な注射をされて頭がぼーっとしている。ヘレナのことを忘れてしまいそう。怖い。ヘレナ、あなたを愛してた。いつも正しい姉さん、私の誇り。ヘレナが私を愛してくれたと同じくらい、誰かヘレナ愛してくれ。マヨネーズ。はい、でシュリーカー。シュリーカーはゾンビの一種である。ゾンビの聴覚を刺激する大きな音を発してゾンビを呼び寄せる。シュリーカーの発する音にはゾンビが反応し集まりやすい音域が含まれているだけでなく、ゾンビの神経を刺激し凶暴化させる作用がある。またシュリーカーの放つ音波が乱れるとゾンビも影響を受け、高音音波による刺激に耐えきれず聴覚と脳の一部が破壊される。2人のエイダ・ワン。今回の事件には2人のエイダ・ワンが登場する。1人はトールオークスでレオン・S・ケネディの前に現れた女スパイエイダ・ワン。もう1人は半年前のイドネア共和国でジュアボを引き連れ、クリス・レッドフィールドやジェイク・ミューラーの前に立ちはだかったネオ・アンブレラのエイダ・ワンである。前者はオリジナルのエイダ・ワンであり、後者はエイダに執着するディレクシー・シモンズがシーウイルスを用いて作り出した彼女の複製である。ネオ・アンブレラのエイダはオリジナルのエイダに連絡を取り、自らが引き起こすバイオテロを予告するという謎めいた行動を取る。彼女の目的を探るためオリジナルのエイダは中国へ向かった。エイダとラクーン事件。98年、エイダ・ウォンはジェイク・ミューラーの父であるアルバート・ウェスカーからの依頼を受け、ラクーンシティに潜入していた。エイダに課せられたオーダーは、シェリー・バーキンの実父、ウィリアムが独占を目論むジーウイルスを回収すること。オーダーの遂行にあたり、エイダは夫の開発したウイルスを渡すまいとするシェリーの母であり、ウィリアムの妻、アネットからの妨害を受けるが、ラクーンシティで出会ったレオン・S・ケネディを利用して、ウイルスのサンプル入手に成功。ウェスカーの元へ帰還を果たした。2004年、エイダはウェスカーからの指示を受け、寄生体プラーガを入手するためヨーロッパの辺境へ赴く。そこでレオンと再会を果たしたエイダは再びレオンを利用し、彼からプラーガのサンプルを奪取し、任務を遂行した。その後、エイダはウェスカーにプラーガのサンプルを渡すことなく、自身の真の目的を達成するため、サンプルを持って逃亡する。エイダにとってウイルスを使って世界を支配しようとしたウェスカー、それは本当の目的を達成するための駒でしかなかったのだ。まあ、それが5で終わっちゃうか、6まで繋がるかっていう話ですよね。はい。で、ファミリー。ファミリーとはディレクシー・シモンズが長を務める巨大組織のことである。アメリカ建国以前にシモンズ一族によって築かれたこの組織は、強大な財力と世界規模のネットワークを用いて古来から歴史を自在に操ってきた。ファミリーの目的は世界の安定を維持することである。言い換えればファミリーにとって最も有益となる世界情勢を維持することにあたり、この目的を達成するためなら手段を選ばない。ファミリーはアメリカを頂点とするピラミッド型の権力構図の安定に努めることが最良だと考えていた。そのためラクーン事件の公表によってこの構図が崩壊することを恐れ、シモンズの指示のもとバイオテロを起こし、大統領を暗殺した。はい、ブラッドショット。ごく稀にだが、今回のテロで確認されたゾンビの中には、頭部の破壊によって新たな種へと姿を変えるものが存在する。この種のゾンビはブラッドショットと呼ばれており、全身の筋肉がむき出しになったような外見をしている。通常のゾンビとは比べ物にならないほど高い身体能力を持ち、素早い動きで人間に飛びかかり、肉を食いちぎろうとする。ゾンビに C ウイルス特有の変異の効果が現れたものと推測される。カーラ・ラダメス。カーラ・ラダメスはシーウイルスを発見した人物であり、ディレクシー・シモンズの腹心だった。15歳の若さで大学博士課程を修了した
カーラはそのままシモンズの財団が所有する研究所にスカウトされ、ウイルスや BOW の研究に打ち込んできた。カーラの天才的な頭脳と研究結果をシモンズは気に入り、彼女も自身に正当な評価を与えてくれるシモンズに傾倒していった。カーラは心酔するシモンズの役に立ちたい一心でシーウルスの果てに尽くしたが、シモンズにとっては所詮駒の一つに過ぎなかった。やがて彼女はシモンズによってエイダの再現のための実験体に選ばれてしまい、カーラ・ラダベスとしての人生に幕を下ろしたのである。はい。シモンズとカーラ。エイダ・ウォンを複製することに申し出するディレクシー・シモンズは数えきれない被験者を使って、シーウイルスを投与し実験を繰り返させた。しかし複製を生み出すにはエイダの遺伝子と配列が近しい人物が不可欠である。それがなかなか見つからず実験は暗所に乗り上げていた。そんな中ファミリーの調査で腹心の科学者であるカーラ・ラダミスの遺伝子配列がシモンズの理想とする形であることが分かった。シモンズはカーラを騙し実験へと参加させる。シモンズに心酔するカーラはまさか自分が被験者にされるなとは考えてもいなかっただろう。そしてシモンズの予想通り、カーラはエイダ・ウォンの完璧な複製として生まれ変わったのである。オリジナルのエイダとはビジネス上の関係しか持てなかったシモンズは、外見上完全にエイダとなったカーラに積もり重なっていた歪んだ愛情や征服欲を本能のままにぶつけ、身も心もエイダとして振る舞うよう彼女を調教し始める。やがてカーラ・ラダベスは自我のほとんどを失い、心身ともにエイダ・ウォンとして生まれ変わった。しかしその奥底にはほんのわずかだけ残されていたカーラとしての意識は自分の全てを否定したシモンズに対する激しい憎しみへと形を変えていたので、もうエロいことしか想像されないよね。もうエイダに対してもうシモンズが本当にもうただただ欲情しまくったっていう話ですよね。カーラの手記、もうすぐあの男が最も憎む世界を生み出すことができる。海の底のあの子も順調に育っている。手元のさなぎも直に孵化する。私の孵化じゃない、孵化だったね、ごめんなさい、孵化ですね、はい。私の最高の作品たちが最高の世界を作ってくるわ。あの男に最も不似合いで、この私に最もふさわしい世界でも仲間外れもかわいそうね。せっかくだからあの男も新しい世界にふさわしい体に変えてあげようかしら。彼が大好きな安定、決して揺るがない均衡、それが永遠に得られない無限に変異し続ける体に。だからしつこいのか、シーウイルスっていうのは。しつこすぎるもんね、本当に。無限変異カーラ。中国でのバイオテロを成功させ、目的が達成されることを確信したカーラだったが、シモンズが放った刺客によって撃たれ、致命傷を負ってしまう。死ぬならせめてシモンズの世界の崩壊と私の世界の誕生だけでも見届けたい。カーラは最後の力を振り絞り、手元にあった強化シーウイルスを自らに投与した。部下を使ってシモンズに投与したものと同じである。結果彼女はの肉体は空母の内外を覆い尽くすほど肥大化し、かつては一人の人間であったと思えないほどの変貌を遂げた。カーラは空母と一体化した肉体のどこからでも意志を持った自らの分身カーラスポアを生み出すことができる。エイダになり変わろうとしたカーラの意志の強さからか、カーラスポアの形状はエイダの姿と酷似している。結局あの空母ってどうなったんだったっけな、ね。で、完全変異種ジュアボの体内で活動するシーウイルスが活性化すると、ある時点で外皮が硬化を始め、サナギのような形態へと変化する。この時、サナギの中でシーウルスの作用になって、体組織の妖怪と再構築が行われており、ジュアボとは全く異なるクリーチャーへ姿を変えた後、硬い外皮を破り出てくる。このような変異を遂げたジュアボは完全変種と呼ばれている。この種には、ディレクシー・シモンズがエイダ・ウォンの再現を試みた過程で、副産物的に生まれたものが少なくない。ペポティッツァやグネストがそれに当てはまり、これらの姿にどこか女性らしさが残るのはシモンズがエイダに追い求めた結果と言える。またシーウイルスと生物の遺伝子が掛け合わさることで、その生物の特性を反映した変異種が生まれることに気づいたシモンズは、爬虫類や哺乳類など多くの遺伝子をシーウイルスに組み込み、完全変異種を兵器として使用することを考えた。結果、一つのシーウイルスから多様な完全変異種が生まれるまでに一ウイルスを安定させることに成功した。強化シーウイルス。強化シーウイルスとはシーウイルスをジェイク・ミューラの血液によって強化させたものを指す。これはカーラ・ラダミスによって開発された。ジェイクの血液は多くのウイルスへの耐性を持っており、その特性を取り入れることでカーラはシーウイルスを強化させることに成功した。その特性、通常シーウイルスを投与された場合、サナギを得て生まれ変わった後に再び変異することはないが、強化シーウイルスのバイオソルと異なり、サナギの糧を得ることなく、強化と変異が永遠に進行し続けることになる。このウイルスの生方法は非常に難しい上に、カーラ・ラダミス以外にその製法を知る者が嫌い。そのため、コウコロウイルスが量産される可能性は極めて少ないと言える。データが残ってたらやばいかもしれないけどね。シモンズの野望と最後。唯一の理解者だと思い込んでいたウェイダ・ウォンがラクーン事件を機に自身の元から離れていったことは、ディレクシー・シモンズの変容だった精神に初めてざわめきを起こした。その結果、シモンズはエイダがそばにいないならば自身に忠実なエイダを作り出せばいいという状況を意識した考えに至る。彼はカーラ・ダルメスが研究していた投与した人間の
体を作り変えるというシーウイルスの特性に注目し、これを応用してエイダーを作り出すことに、作り出す結核を実行に移した。数え切れないほどの人間を犠牲にして実験を繰り返し、シモンズはついにエイダーウォンと全く同じ人間を作り出すことに成功する。エイダーの再来に歓喜するシモンズだったが、自身が作り出したエイダーからも見放された彼は強化シールスを投与され無限に変異を続けるクリーチャーへと変貌してしまった。その後オリジナルエイダーウォンによって攻撃を受け致命傷を負う。彼が欲した忠実なエイダーウォンはとうとう最後まで手に入れることができなかった。ラストカーラの復讐。カーラ・ラダメスはシーウイルスの作用とディレクシー・シモンズの上級した調教の末にエイダーウォンとして生まれ変わった。だが彼女の根底には カーラとしての意志がわずかに残っており、そしてカーラという存在の全てを否定したシモンズのへの復讐に囚われていた。シモンズに極秘でネオ・アンブレラを立ち上げていた彼は、カーラはシーウイルスの強化実験と彼のファミリーが守ってきた安定した世界を破壊するための準備を始める。彼女は人間をゾンビに変えるレポティッタのガスを搭載したミサイルと研究の末に生み出した究極の BOW ハウスを使い、世界を崩壊させることで組織体としての国家の権威と枠組みを崩そうと企んだ。中国での テロを成功させ、全てが計画通りに進んでいく中、カーラはオリジナルのエイダーウォンに連絡を取り、事件へと巻き込むという不可解な行動を取る。作られたエイダーウォンとしての自我がオリジナルを葬るために彼女を呼び寄せたのか、それともカーラとして残る人間としての自我が自身の暴挙に耐えられずオリジナル助けを求めたのか、その真実を知る者は誰もいない。本人以外は。ということで、はい、アーカイブご覧いただきましてどうもありがとうございました。続いては、ウィギュア行きましょうか。ということで、デレン、あ、これあれじゃない？一発目がまさかの長い。あ、だよね、ピアーズ・ニバンス・リアーだったね。はい、じゃあ、ボイチューン。いやー、本当にこの右手のおかげでね、助かったってところだね。まあ、でもピアーズって実は左利きだったっていうことでね、まあ、気づかなかったっていうのが、あの今回ね、あのプレイしながらね、ピアーズをいじってみて初めて知ったんだけどね。PS3 で弟出た時そんなことあったのかな、なんかあんまちょっと覚えてないんですけどね。はい、ということで、じゃあ戻りやっしょ。いくつ行こう。続いてはどうなった。ここに来てゾンビだったんだ。すごい、あれだね、清掃したゾンビがいるね。はい。彼に関しては一体、あれなんだろう、お父様、娘さんを私にくださいって結婚のやつ。あ、でもちゃんと瞳がキラキラしてる。あれ左目どこやったの。色気のクソもねえな。完全なストレートネックのやつもいるね。あ、ダメダメ。ゾンビだったのか。これでも別のゾンビいないんだね。うん。じゃ、ゾンビ犬。意外となんか、このタイミングであなた出てくるのってやつが多いね。いやー、背骨が完全にいかれてるね。この状態でなんであなた走れるのっていう話だけどね。あれ？ビトレス・メンデス？義眼になってるよ、これ、右目。ね。はーい。じゃ、続きまして、こっちですね。はーい、皆さん、お待ちかねの、おっぱい。ちょっと待って、UI を非表示どうするんだ？これ。UI 非表示は、こうか。あ、違う、あれってことね。UI 非表示が、あ、これでいけた。はい。ね。注目！おっぱい。上から覗き込む。注意。どうすか。やっぱこのためだよね。うん。このためにやっぱフィギュアってあるもんだからね。うん。で、中身ね、この中でどうやってこう、なんかあれみたいな、ドラゴンボールのさ、ナッパとかベジータが乗ってきた。宇宙ポットみたいな、そんな感じっすよね。はい。じゃあ、エイダーワン見ていきましょうか。エイダーワン。はい。Sorry, boys. No time. My dance card's already full. Already full. いやー、いいっすね。やっぱ、シックスのエイダーが個人的には一番、なんか、年は取ってるけど、一番綺麗というか、美人というか、美しいというか、ねえ、RE4 とか RE2 に出てくるおっぱいボインな感じもいいけど、やっぱエイダー姉さん、このサイズ感ですよ。ねえ。いや、いい感じっすわー。エロー。さあ、続いて、ラダメスちゃん行こうか。まあ、ラダメスちゃんという名のエイダーウォンなんだけどね、結局体はね。ああ、そのウイルスを打ち込んじゃったのっていうところですね。まあ、彼女に関してはね、あれですよ、チャプター4においてね、黒いパンティを履いているっていうことがもう丸分かりだったんで、はい、もう黒パンですね。黒パン美女。いいですね。ああ、その右手がなかったらお顔とおっぱいがまとめて一緒に見れたんだけどな、正面からね。でもなんでエイダに関してもラダメスに関してもさ、こう、なんでカーラじゃなくてラダメスの方行ったんだ。まあいいや。ねえ、ノーブラなんだろうね。こうはっきりとおっぱいの形が出てるよね。いや、でも多分これ、なかなかのお椀型よ。
あ、じゃあじゃあ、一個飛ばしちゃった。まあいいや。まあいいでしょ。はい。やっぱちょっとあれだね、色気は感じないよね。うん、まあ最後にね、あのお姉ちゃんへのね手紙でね、愛してるわっていうことが分かったかって、それだけでもいいかもしれないですね。はい、じゃあ続いてリオン。このリオンはあれか、あのレオンか。あ、なんかそれっぽいね。あのシモンズをなんかビルかなんかで追い詰めるみたいな。ん、何つってんの。アダム、いやいや、お前その時の格好と銃違うだろ。お前大統領二丁拳銃でぶちのめしたのかよ。相当悪いやつだぜそれ。やばいやばい、もう殺す気満々やんっていうね。よし、じゃあ、はい、続いて、いや意外と彼女の感じも良かったりして。おお、ちゃんとシモンズのあれが見えてるね。シモンズも意外とストレートネック。うん、いやいいねいいね。てかこんなに大胆にさ、ボタン開けてるのっていうのもなかなかあれだよね。え、ハニガンって、あれだっけ、レオンの2歳下くらいだっけ。意外と若いんだよね。なんかもっと年上な感じがしたけどね、バイオ4とか出てきた時なんかっていうのは。あー、でもやっぱりちょっとまあ程よい感じで、エイダよりちょいちっこめって感じなのかな。じゃあラスト、まあ、ちょっと色気もへったくれもないかもしんないけど。ね、あー、本当に色気もへったくれもなかったね。まあ、なんかちょっとあれだよね。あの、巨大化してるからかさ、気持ちこうカーラスポアの方がおっぱい大きく見えるけどね。お顔も大きくなってるけど。 I hate you, I kill you。 まあ調教されたのがお前のせいなんだよってなったらそれは嫌いって言うわ。 I hate you, I kill you。 はい、じゃあフィギュアもね全部閲覧することができましたので、まあ、あのこの辺りでね終了とさせて、あのズームも引くこともできないっていう、そんな感じなんですけれども、はい、ということで、ちょっと待って、これやばくない？パイルボンがブン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 なってる。まあ、そんなことどうでもいいや。はい。じゃあね、本当にね、動画最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。明日からはね、あの、ちょっと新作じゃないんだけど、まあまあ、僕にとっては、実況としては初めてやるゲームをね、やっていこうというふうに思っていますんで、楽しんでいただけたら幸いでございます。まあ、もし、うん。まあ、いろいろあるけどね。はい。ということでね、本当にバイオハザード。まあ、これで、まあ、アーカイブも全部撮ったし、やり納めになるかなというところではありますんで、まあ、またね、どこかで皆さんとお会いできたら嬉しいかなと思います。バイオ6に関してはね。ということで、今後もゲーム実況を中心に、動画配信たくさん続けていこうというふうに思いますので、ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して応援していただけたら嬉しいでございます。ではまた次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。